では、これをやっていきましょう。読めない。真ん中に変なのが。回転だな、これ多分。細首ゴミムシは英語でボンバーディアービートルと呼ばれています。細首ゴミムシという名前がすごいね。これ翻訳した人も多分そこに注目してほしくないんだけどなっていう感じの名前だったもんな。しゃあないもんな。本当は爆発する方に注目させないといけなかったんだけど、仕方ねえ。日本語名がやばすぎる。ゴミムシ、入っちゃうね。スーパーマンの弱点である加工の鉱石クリプトナイトに似た鉱物ジャダライト、それが何なのかを説明しないんだ。取る順番がどうでもよくなってしまったのが痛いわな。あ、なるほど。連鎖的にっていうのはできないんだね。何？ちょっと待って、何今の？なんかやってんな、オメガ。なんかやってんな。変な要素が来ていい。うわお。H。H-O-N-O じゃないとダメか？なんか HONO の順番で言った時、上を使うルートが考えられないんだけど、なんだこれは。 HN で行っちゃうと次 O 取ったら終わりでしょ。 HO だけどいきなりここに来ると残りのルートを通るのが無理でしょう。え、これのどこに改良ポイントがいるんだ。
あー、なんかこう来てから、縦になってから、こっちにくっついてこう曲がる。あー、できた。また出た。一番下の子が右にいないとダメ。上の子が右側に1個ずれるでもいい。
わかんないな。なんでできたの？なんかできたけど納得感がない、納得感がないというか、頭を使っていないっていう言い方の方が適切だ。なんか大まかなルートは別にずっと変わってなくて、なんかどこでどっち向きに曲げるかをやってったらできたよぐらいな感じじゃね。難しいけど、考え方が分かってないからまだ。おお、輪っかにするのかな。それってどうやってやるんだっけ。同時に2箇所にくっつくようにしないといけないんだっけ。もうなってるんか。でさらに回転可能なの？違うのか。先にくっつけてから後で曲げるができるんだ。これこの状態でこれがくっつき合うように接続できるよねって言ってらっしゃる。全然考え方が違うな。じゃああいつをくっつけるタイミングが2になってしまった。困るね。そのままいってまずくっつかないので、なんか手はつけないといけない。この部分を曲げられればくっつくだろうねと。左下の子は後半に残さないといかん気がするけどな。横長3があって、なんかここの部分をここで上から下に折り曲げるみたいな想像ができるけど、横長 3？ 作って押してここを折り曲げる。ちゃうちゃう。ほらね。で、ああ、でもこのパーツはもうこれ以上曲がらないから、それをさらに、私が左下にいるようにしないといけない。左下のパートを使ってあいつをくっつけた後に俺が左下に来る方法ってなんだ。
ちが欲しいんじゃないの。じゃあ、うん、横長さんになってくっつけてから左下を使って俺が左下に来るようにする。 OKOK。 ではリオループしてる。2周するとかじゃないよねこれ。そういうのではない。2周して書き集めなさいよとか言われたらなんかやばいなーっていう雰囲気あったけど大丈夫だった。1周目と2周目でかあの形が追加されるやろうみたいな。そこまで H O まずそうか H H C H CONO の順番ならいけるのかな。これって同時にくっつ、切ったリンゴが茶色くなるのは酸素と反応するからです。塩水につければ茶色くなるを遅らせることができます。これさ知ってるんだけどさ、でも塩水に浸ったリンゴ食べたくないからやりたくないんだよ結局な。塩水の塩を抜く方法も開発してくれんか。おおN O N O N O はまず大丈夫。二酸化炭素を検出します。息を殺してもダメです。その匂いもいや天敵だな。HONOH、 うんそれしかない。 HONOゴールってどこ？そこなんだ。じゃあ OK だ。観葉植物には家の中の空気をきれいにする効果はほとんどありません。それをあんまり求めてないよね。左下に O、 それはできない。ん？でも C に行くために N は上じゃないとダメで、左下の O とくっつくためにどうすればいいんだこれ。ルートが逆ってことになる？
こういう経路の方。いやー、OCNOH ってあり得る？ OC…頭の中でできない。できんの？できるんかい？エチレンガスが必要です。リンゴはエチレンガスに対して強い反応を見せるため、リンゴとバナナを一緒に置いておくとバナナから出るエチレンを利用してリンゴが乗じます。みかんとかもそうだっけ？なんかもう終盤に向かっているという感じがするな。コンビネーションで見せてくる。十字がなんであるんだっていう。H は終わり、 HH も終わり、 HO に行ってもゴールできないでしょ。なんかここが終点の時にクロスをどうやって使えばいいのか分かってないな。往復できるわけじゃない。今私がここを上に通るぐらいしかなんか使い道がないんだけど。あ、あるかも。ここが空いてるから、こう来て、こう来て、こう終わるみたいなルートあるかもだな。あるかも。なんだ？くっついちゃった。くっついたらこっち来る意味ねえな。ここって上からそもそも来れるんだっけ？あ、来れるんだ。お待ち。よくわかんねえ。頭の中でこんなの考えるの無理だよ。太陽風と呼ばれる電荷を帯びた粒子の流れを放出しています。オーロラが発生します。オーロラ見てみたいな一回。というわけで、あ、まだあるじゃん。パイ、先にこっちだったか。私のでもな、上と左に入れないでよと言われても変えられるんだからな、向きを。上と左がダメだからこれはいけんだよね。ちゃ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 って、これはいいんだよね。トマトが太陽光パネルを改良する材料になるかもしれません。面白い今のは。
科学のさ、科学構造式から性質がよく分かってないみたいなのってなんか面白いよね。構造としてはもう完全にそれっていうものが存在するんだけど、それが何をもたらすかっていう部分が分からないって面白いよな。その毒になったり薬になったりとか、反応したりしなかったりとか、安定したり崩壊したり、なんか物理現象とかと違って見て分かるみたいな世界じゃないんだよね科学って。なんでなんだろうな。複雑すぎるからなのか。HONO ですねこれね。だんだん覚えてくるね。何も変わんねえ。ここが変えられるんじゃないか。変わんないか。これが上に行かないからダメか。つかないしなさ、こっちのルートはないんじゃないですか。どっちの方に行くか、どの位置につなげるか、これを着て上に行かないっていうルートないわけだよ。だからくっつけて曲げるみたいなルートはないよ。先に曲げて、これからやんないといけないの？ N に行かないといけない、先に。これではクリアできないから。なんで今回できんねん。同じことやっとるんやさっきと。同じことやっとるんや俺。
HONO でいいと思うけど。が出てきたことによって、なんかこうあんまり考えることにメリットがなくなってきてしまってんだよな。最終形を考えて上にくっつけないように動こうみたいなパズル性が消えて、なんかくっついた後になんかこれでなんかやればいいやぐらいに考えちゃうから、割と直感的にグワーって動かしてゴールできてしまうケースが出てきちゃうのよ。これむずいね。これはゴール前で必ず曲げられちゃうので、ゴールに入る場合に枝分かれしてなければ必ずゴールできるよっていうことを言ってんのかこれ。だけどゴール前に王がいるので、まあでも別に一本線だったらいいんじゃないの。最後に王がくっつけられるような一本の線。おーおーOON ONN ONN OO これ取ってゴールだったらいけるけど。ダメだよね。 ONON O が電子を取ったら、いや考えてないねよ。結合順を考えただけだね俺がやったことって。 1kg の質量はラグランド系と呼ばれる国際キログラム元気で定義されていました。あの X みたいなやつ。今ってもう使ってないんだよね確か。ゴールした時に右と下にはいちゃいけないらしいけど、向き変えられるんで HOO もう直線で読むな。 H 枝分かれはできないよね。 HOOOH しかないかな。
何も考えてないっちゅうねん。ビーカーの中に結晶を作ったことはありますか？ないかも。ロジャー・ヒヨーンスはこのアイデアを広げ、一つの部屋を硫酸と水溶液で満たして、床、天井、壁などあらゆる表面を全て青い結晶で。へえ、それ知らねえや。アーティスト。綺麗ならいいよね。これがいけるならいけるけど、 OO のこれいくと俺にもなんかくっつけられるしっていう形になっちゃうから、あ、2択あるか、わかんないな。 OO だと俺に H がくっついた上にこの O から OH くっつけるっていうのもありえるから、ありえるからわからん。上にくっつけちゃダメでしょという感覚はあるのか。俺にくっつけるなら、くっつけたものが上に来んとダメ。ああ、でもここのルートで必ず、下から上に来た場合、私の右側には何もいなくなるだから、下に来たやつをなんとかせいと言われちゃうのか。いや、このルートがもうなさそうでいいのかな。もしかしたらこの辺でまだ切り替えできるのか。最初に H を取っちゃうの手だしな。ん？ありですかこれ。ダメなら OO のん OH から始まるやつで、
曲げらんで下に H をくっつけたものを下に H をくっつけた場合にそれを左か右に曲げないと話にならんよと言ってるので、ここ使いたいけどね。最初にこれを取るかこれを取るかどっちも失敗。失敗している原因はゴールするときに右か下に原子がいたからでした。だこれを使えてないよ。そうだね、H を取って下に行くのはできない。 H をこうやって取って下に来た場合こいつをつなげられない。H を取ってから回るルートはない。 H を取ってから O に行くには下で取るか上で取るかあるけど、ぐるっと回る必要があって、あ、ちょっと待って、 HOOH のパターンあんのか、あんのかな。やったっけ。ああ、やったのかもしんない。
最初に H がないパターンを多分やったんだよね。H 下の O のだと左下に行けない。最初に H を取らないのであれば O プラス H、 これは俺の下にいるのを変えられないからダメ。ここでこうやったからであって、このルートも俺の右側にいると変えることがもうできない。これは俺の下にいるのを変えられない。やってないのってどれだ？OH で行って上回り下回り、OO で行って上回り下回り、これ小さく回るやつ、なんか大体やってる感じするんだよな。こいつをいきなり取るのはありえんだろう。だってあるのかな。 OHO 終わった。
わかんない。この最初に H を取るのがもう間違いなのか。してる経路間違ってるね。 OA 俺にこれをくっつけようとしてるのさっきからじゃないんだ。これをくっつけてこれをくっつけないといけないんだ。ああじゃあ正解になるわけないな。それはそうだ。H がついてないと OO ができないから H をくっつけるのがまだ必須。この後に O をつけに行って結合する順番が分かればこれできるんだよな。結合する順番間違えてるからしょうもない。しょうもないというか解けないよっていう状況だった。最後までここが苦手なんだな。はい。というわけで次回だからここだね。まあ終わりかな。いよいよ終わりかなという感じ。CHNO それぞれが6問で最後にここか。なんだ、どんな感じで来るのか分かんないね。楽しみだ。